サンタクルス武術研究会、竹研ケケ SC もしくは竹ンとは、ボリビア国サンタクルス県のコロニア沖縄第一、移住地に住む星川和夫修志藩が創始した、空手、柔道、剣道、漢風等、様々な武術の技を研究し、武術として有効な部分をまとめた空手系武術流派。2008年3月1日に、サンタクルス市内で開催された、 琉球国祭り太鼓ボリビア支部の創立7周年記念公演に演舞を披露したことが琉球新報や日経新聞で報道された。創始者の星川和夫氏は高校時代に空手を始め大学時代に沖縄の琉球少林流空手道四段連志号を取得、剣道や柔道、生態史免許等の技術も持つ。 1981年5月から1982年3月に日本学生移住連盟第12次学生総合実習調査団員としてボリビア入り実習後隣国を視察して日本へ帰国1986年2月15日再びボリビアへ1987年2月1日武術研究会発足 当初は沖縄移住地の青年たちに指導していた。1990年には1 0 0トル離れたサンタクルス市でも空手指導を始める。1992年、サンタクルス市で借りていた道場の主が練習機材ごといなくなるという事態が発生。練習に集まった会員と道場近くのピザ屋で最後の晩餐のように食事。サンタクルスの道場は一時閉鎖。 2000年2月10日、サンタクルス中央日本人会の日暮交流会館で、サンタクルス武術研究会サンタクルス支部、活動再開。当時茶帯だった、木瀬広渋谷玉が支部長に就任。以後、沖縄移住地の竹県本部、竹県沖縄支部、竹県サンタクルス支部に続き、竹県モンテーロ支部も増えている。各支部とも年に数回。 沖縄移住地の法年祭やサンタクルス脂踊りや日本文化習慣での合同演舞等で交流している。実践空手をベースに様々な武術を研究、習得を目指しているので、古武術、柔術、剣術、忍術など総合格闘技系に近い。武術の研究、研鑽と修行を通して自己実現と貢献な肉体と精神を養うのが主な目的。 基本的に大会や試合などはしないので、他流派の試合や大会に参加する会員もいる。また、他流派の学生が合同で練習することも多い。星川宗家によると、よく流派や系統を気にする方がいますが、昔の琉球武術のように、の鍛錬には流の方、道の技という認識なので、特定の流派というのはなく、強いて言うなれば、竹剣流ということになりますとのこと。 本部道場、モンテーロ支部支部長、星川和夫師範四段、ありがとうございます。